私は夢ではなく起きている。ここは女の子が。うん、そこのお前、街行くインバースよ。問いたいことがあります。追いたいことじゃねえよ。その前に何か服を着ろ。服、前を隠せ。服？ああ、それは私たちオートノミックナーブには不要なもの。お前にいらなくても俺にいるんだよ。何でもいいから何か着ろ。なぜそこまで感情的になるのか理解できない。だがお前の人間としての尊厳は最大限に尊重し反映しよう。アクセス、コネクト、ロード、エグジスト。俺にはお前の尊厳の方が心配だよ。
それで良いでしょうか、街行くインバース。それでは、ようやく私の問いに答えてもらいたい。簡単なこと。この世界の虚無、インバース、その能力の調査と確認。私の攻撃に対し全力で応戦してくれるだけでよい。その命は保証するから安心。の面前、多数の人々が集まる夜のもとを、そんな、ダメ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 、絶対にダメです。あ、先ほどの答えがうるさいだけかと考え、身体の冷却を考慮し装備を解除してみたが、どうやらこの時代の人間たちは腐食装具に敏感なようだ。面倒のないよう再装しよう。というの、これで問題はないと推測する。私は無害なただの人間です。引き留めての聴取などを行う必要はありません。ただの人間は自分のことをそのようには言いません。今のその服を取り出したことも含め、一体どういうことなのか説明を願います。残念、このように装えば無用な時間拘束は起こらないと考えたが、この偽装を見抜かれるとは。一体どこに計画のほころびが。その計画はほころんでいるどころか、そこが破れ抜けています。あなたは何者なの？悪いようにはしないから、お姉ちゃんに正直に話して。すでに返答への偽証は必要ない。私はオートナミックナーブ、管理ナンバー10076、名をバティスタ。あなたたち権限を有する者と、虚ろの夜の管理を主より任された者。ナーブ、まさかこんなレアなものがなぜこのような場所に。我らリヒトクライストの一人、あなたと似た少女を保有、保護しています。技官たちの手による解析補修が進められ、再起動に成功。意識を確認し、言語でのコンタクトを確認。
その後、永続的な自立行動は未だ遠いにせよ、補助を要しながらも権限を媒介とした短時間の行動まではようやく可能になったと聞く。それが完全に動作するオリジナルが歩いて話をしている。これが生命体ではなくゴーレムだなんて信じられない。なるほど、周辺で信号を発する姉妹機の一つがそれか。しかし人間に助けられているというのは理解できないこと。我らの肉体を合成駆動する技術、この時代のテクノロジーで解析をするのは不可能と推測する。パラドックスの討伐も当然ですが、このオートノミックナーブを連れ帰るのも重要視すべき任務。私と共にリヒトクライスへ来ていただけませんか、バティスタ。きっとあなたの姉妹を救う手助けにもなるはずです。プログラムによる決議、21対78で反対多数。残念だが、あなたの申し出には同意できない。端末である姉妹機の存亡はこの場での優先事項ではない。主の命を最優先とし、この夜の深淵に向かうことが決定とされた。残念です。ですがこうして出会ってしまった以上、あなたのように強大なアーティファクトを野放しにもできません。任意での同行がかなわないのならリヒトクライスの使命としてこの場で打ち倒し連れ帰りましょう。本当は無傷で連れ帰りたかったんだけど、壊しちゃうかも。ごめんね、許してレックス。
10年の定め。増えすぎた下段者を察知し排除する。虚無の排除も目的の範囲内だ。したがってこの場でお前を撃とうとプログラムに反するものではない。うちの親でも秘密オートミックナウンだったか。失われた位置もこうなると呪いに等しい。主を亡身するだけの呪われし人型が定まる。成功に作られた権限の器が人の前など愚かしい。イグジスは存在、人を形成する根幹となるもの。ファルスはそれにしかる。ならばこの器のうちに人の影を見るのも必然。人ゆえの思いの裏では人形の向きに反するもの。これは明確に主の意図であると考える。面白い。人より他を走し虚無に向かう私と、虚無より人を目指すお前とか。我が入れられた檻は違いの、獅子に加勢された囚人であることに相違はないと。なら同じ囚われた者として、この私が引導を渡すのが情け。プログラムは私にとって鋼の檻である、ゆりかごのようでもある。そして私はそれに従い、虚無であるお前を撃とう。偽りの前に再現か。そのようなところまでもが彼らと同じなのだ。これは珍しい。このような場所に幼子がいるかと思えば、最短の区別王となんとかか。一体何のつもりだ。よもやこのわしを討伐に来たわけではあるまいな。私に課せられた使命は権限を食い荒らす者の殲滅。今日この場は義胆の相手ではない。去りなさい、英語の迷い子。そういうな小娘、目的は知らぬが、今日この日この場に居合わせるということは我らに害なすこと。よからぬことのために動いているのであろうよ。目をそらすか。なるほど、わかりやすい。今宵は我らとしても望み大きい夜。さまつであろうと邪魔をされては困るのでな。主のためはわしとて同じこと。ここから先を行くつもりなら、このまま見逃すわけにはいかぬ。
忌憚の排除は難易度が高い。古来より人間は戦うことにかけては天才的だ。ハードウェアは貧弱だけど、そのソフトウェアは驚愕に値する。弱いハード、故にソフトが発達したのかは知る由もない。ハードは圧倒的に勝っていても、私の姉妹たちの中にはインバースに敗れた者も多数いる。戦略、戦術の多様性と合理性、これだけは我らオートノミックナーブには持ち得ないもの。もし戦闘民族というのが本当にいるのなら、それはあなたたち人間のことでしょうね。しかしこの時この場はそのようにも言っていられない。あなたたちが虚無同様に権限を食い荒らし、主の意志を邪魔するものであるならば、人形なりの禅問答か。何やら難しいことを饒舌に語りよる。わしにも分かるよう簡潔に言え。異端者との戦闘は厄介で本則ではないが、立ちはだかるのなら排除するということです。わかりましたか、剛腕の回廊よ。そうだ、最初からそれでよいのだ。我ら敵同士、小賢しい言葉など不要。話して解するものではない。哀れな最短の区別よ、元通りの土くれに帰るがよい。その獅子に絡み、貴様を操り動かす全ての因子、我が爪で立ってくれるわ。ここが今回の夜の最も深き場所、光と闇の祭壇。あそこにいるのは戦国の町行く忌憚の者。戦闘の相手はパラドクス。クソ、俺じゃこいつには勝てねえのかよ。はいはい、おしまい。死んで出直してらっしゃいな、インスレーター。じゃあとどめ刺しちゃおっかな。ってちょっと邪魔でしょあんた。これまでで最も強いイグジス、お前が今回のおつろの夜を食い荒らす忌憚者、パラドクス。お前はさっきの善な女、なんでこんなところに。さっきの街行くインバース、どうしたの？
この女にも尊厳のため服を着せていたの？服の話から離れろよ。俺が変なやつみたいじゃねえか。何？この可愛らしい子、あんたの知り合い？ねえねえ、お姉さんと遊ぶ？結構です。パラドクス、私はオートノミックナーブバティスタ。プログラムに従いあなたを排除しに来ました。オートノミックナーブ？それってあのうつろの夜のロストテクノロジーの一つじゃないの？現在の技術でなどとても不可能なもの。嘘みたい。本当にいたの？はい、現存する個体は私を含めてリンクが確認できるだけなら3体。純粋な技術だけなら今のあなた方のテクノロジーが上でしょうが、魔術を失ったこの文明にはおそらく我々のようなゴーレムの先生再現は不可能でしょう。欲しい！これ超欲しい！私と一緒にいいことしましょうよ。どうです、パラドクス。いいえ、うつろの夜の深淵に救いイグジスを貪る魔女よ。やあね、こんないい女捕まえて魔女って、ほんとひどい人形。いいわ、本当は無傷の備品が欲しかったんだけど。スクラップっての風情が悪くないかもね。この私をここまで追い詰めてくれるなんて。いいじゃない、この人形ますます気に入ったわ。我らオートノミックナーブが人間への攻撃に制限を課せられているとはいえ、排除を目的とした戦闘行動をしのぎきるその権限、称賛に値します。パラドクス、今日のところはひとまず退散するけど、インスレーター、オートノミックナーブ、いつか必ずお前たち両方とも手に入れてやるんだから。ここまでのダメージを負えばしばらくの行動を阻害できるだろう。異端の身とはいえ、人間の排除は主の本意とは呼べぬもの。これを持ち目的の達成としよう。
お前すげえ強いんだな。さすが、なんだっけ。オートノミックナーブです。街行くインバース、あのさ、いい加減その通行人 A みたいな呼び方やめてくれよな。では何と呼べばいいの。ハイド、それが俺の名前だ。この世界じゃみんな偽名を使うことが多いけど、俺のは本名だからな。ハイド、記憶しました。しかし目的が達成された今、私は夜に帰し、再び指示があるまで眠りにつくの。次に目覚める時、あなたは生命としての順を迎え、私たちが再会することはないでしょう。そっか、けどそれでもいいよ。お前が帰って眠るまで覚えててくれ。ハイド、あなたの名を覚えておきましょう。しかしおかしい、虚ろの夜も明け、大半のギタンとキョムを倒したというのにエグジットコールが出ない。どうしたんだ、まさか帰れないのか。推測される答えは一つ、パラドクスがこの剣の黒幕ではないということ。そして真に倒すべき相手がまだどこかに潜んでいるということ。ハイド、どうやら私の役目は終わっていないようです。次の夜までここに滞在しなければならない。なんだよ物騒だな。次の夜ってまた1ヶ月後だろ。それまでどうするんだ。59万2000秒程度の時間、こうしてこの場で待機するだけ。やっぱそうなるんだよな。ならしばらくうちに来るか。こんなとこで寝泊まりってのも大変だろう。寝泊まりとは睡眠のこと。それは私たちオートノミックナーブには不要なもの。だからお前が大丈夫でも俺が気になるんだよ。だいたいこんなところに1ヶ月も経ってたら大騒ぎになっちまうだろうが。もういいから来い。お前に会わせたいやつがいるんだ。細かい話はそれからにしようぜ。
なんたって俺たちにはまだまだたくさん時間があるんだからな。